2014年へ2 0 0 2優勝時キーレン・ファロンはアイルランド出身の元騎手である。香港における名前の中文表記は繁栄したつ。日本語ではキアラン・ファロンとも言う。息子のシーレン・ファロンも騎手である。1984年にアイルランドのナバン競馬場で初勝利を挙げる。1987年に22歳でアイルランドの見習い騎手リーディングで2位につけ。 翌1988年からイギリスに活躍の場を移す。1994年に行われたレース後、他の機種を馬上から引きずり下ろし、その後検量室で暴行事件を起こし6ヶ月の機場停止処分を受けた。1996年にイギリスの名門ヘンリー・セシル9社の主戦機種に抜擢。翌1997年には202章を挙げ、 イギリスのリーディングジョッキーになる。リーディングジョッキーの座は1999年までの3年連続で年間200勝を上げる快挙。これは長く続いているイギリスの競馬ではフレッドアーチャー、ゴードン・リチャーズしか達成できなかった。しかし1999年のシーズン途中にヘンリー・セシルから契約解除を一方的に告げられる。原因はヘンリー・セシル長教師の妻、 ナタリー・ペインと不倫関係があったからと報じられた。2000年にイギリスアスコット競馬場でのレース中に落馬し、肩の神経を損傷。語れ腕切断の危機もあったが、同年冬に復帰。2001年には166勝、2002年には149勝を挙げ、リーディングジョッキーに返り咲く。しかし、彼がアルコール依存症であるという記事が、 サンデータイムズ新聞に掲載され、実際にアイルランドで30日間のリハビリを行った。2003年2月に復帰し、本人は完治したと宣言している。2003年は221勝し、6度目のイギリスのリーディングジョッキーとなる。日本の中央競馬においては2001年12月から2002年2月までの間の短期免許を取得し、通算12勝。 2001年の G1 の阪神、ジュベナイルフィリーズでは、アローキャリーに起乗し2着するなどの成績を残した。その後2005年まで、国際 G1 やワールドスーパージョッキーズシリーズに招待されて起乗している。2011年10月23日、ファロンは、場が制定する新ルールに違反した場合、違反機種が起乗した、競争場を失格とすべきだとの意見を表明した。理由は、 このルールを遵守することによって5日間の非常停止処分から新常勤没収までの罰則を回避することが可能であるとしている。この新ルールは、無知の使用回数を平地競争では1レースあたり7回までを限度とするものである。2016年、重度の鬱病のために騎手を引退した。2021年、長教師免許を取得した元騎手のダリル・ホランドの下で、 アシスタントトレーナーを務めることが報じられた。2004年3月に起乗した馬が突然失速し、負けたレースに関し青おの疑いをかけられ、同年9月に逮捕されたが、証拠不十分で釈放される。2006年7月4日にインターネットを使った、賭博取引で顧客に対して、不正行為を行った6人のうちの1人として、詐欺共謀容疑で、 ロンドンの警察当局から逮捕、起訴されたため、イギリス競馬の免許を取り扱う派から、起乗停止処分を受けている。2006年7月9日に行われたジャンプラ症後の薬物検査で陽性反応を示し、その後11月29日に、フランスギャルは12月7日から6ヶ月間の起乗停止処分を下すことを発表した。 なお12月の香港国際競争機場のライセンスも、香港ジョッキークラブから拒否されていた。2007年、処分期間が終了した6月7日に、アイルランドで復帰を果たし、復帰後初起場で初勝利を挙げた。しかし8月19日のモルニ賞で、マイボーイチャーリーに起場して一着となったが、 レース後の薬物検査で再び陽性反応を示していたことが12月8日に明らかになった。2008年、モルに章後の薬物検査の結果、フランスギャルから同年2月から18ヶ月の起乗停止処分が下ったことが1月25日に発表された。2009年9月4日から起乗を再開している。イギリスアイルランドフランス。ありがとうございます。